ツーゼ Z4 ツーゼ Z4 は、ドイツの技術者、コンラートツーゼが設計し、彼の会社、ツーゼアッパラテバウで1942年から1945年にかけて構築した、世界初の商用デジタルコンピュータである。Z3 の設計をベースとしており、Z3 と同様の電気機械式であって、電子装置ではない。設計は、Z3 とよく似ているが、 様々な点で拡張が施されている。記憶装置のワード帳は2 2ビットから3 2ビットに拡張されている。プランファーティグンスタイルと呼ばれる特別な装置を備えており、記号操作とメモリセルを使用して、プログラム用サンアナテープの作成と修正を従来より容易に行えるようになっている。内部は日地方で動作しているが、入出力は重心不動小数点数の形式で、 行う。様々な命令を装備しており、平方根、最大値、最小値、符号を求める命令などがある。無限大との比較命令もある。中立飛行科大学に納入されたマシンには、条件分岐命令の機構が追加され、メルセデス製タイプライターに印字できるようになっていた。二つのプログラム用サンアナテープを使うことができ、二つ目は、サブルーチンとして使用する。 1944年、ツーゼは夫人も含めた20人ほどの人々と共に、Z4 に取り組んでいた。一部の技術者は、奥井の通信施設でも働いていた。1945年2月、Z4 がソ連軍の支柱に落ちることを防ぐため、ベルリンからゲッティンゲンへと移送した。Z4 は、アルバート・ベッツ率いるエロード・イナミ・シャバース・シャンスタウルトのゲッティンゲンの施設で完成した。 エイバの科学者たちに、それを公開しようかという時には噂はかなり、とどろきは立っており、結局、Z4 は、ドイツ国防軍のトラックでバートヒンデラングに移送され、そこでツーゼは、ベルナー・ホン・ブラウントであった。1949年、アメリカでコンピューターを見てきた、スイス人数学者、エドワルド・シュティーフェルがツーゼを訪れ、Z4 を見学した。彼がゼに微分方程式を示すと、 スーゼはそれをプログラムにし、即座に Z4 で解いてみせた。シュティフェルは、スイスの中立飛行科大学にある自分の研究室用に Z4 を購入することを決めた。1950年9月、Z4 が中立飛行科大学に納入された。1954年には、フランスのアンスティッチ・フランコ、アラモーン・デ・ラシェール・シェイズ・デ・ストリート・ルイスという研究所に移され、 1959年まで使用された。現在はミュンヘンのドイツ博物館に展示されている。Z4 に触発され、中立飛行科大学は独自のコンピュータアームースの開発に乗り出した。1950年当時、Z4 はヨーロッパ大陸で稼働していた唯一のデジタルコンピュータだった。製品として販売されたコンピュータとしてはベナックに次ぐ2番目であり、 フランティマーク1の5ヶ月前、ユニバクアイの10ヶ月前のことである。ただし、ベナックは不安定で納入先では使われなかった。その後通じは Z、Z11、Z22 といったコンピュータを製造販売した。Z4 は、スイスのグランドディクサンスダム建設のための計算にも使われた。スイス空軍の FFA、P-16 の開発時に昇降だに起因する。 フラッター現象の解析にも使用された。ありがとうございます。